みなさんこんにちはおにぎりくんの日本語発音教室へようこそ私はサチです日本語の発音指導と会話練習をしています今回は発話の意図によって文章の読み方を変える練習をしましょう 今から三つのシーンを出します。それぞれのいいよを発音してみてください。これ、捨ててくれるありがとう。今日は私のおごりね。遠慮しないで。 今回の作品です。良かったです。すべて同じいいよ、ですが、イントネーションによって印象が変わります。エクスクラメーションマークがついていると、驚きを示すことが多いですが、発音次第で相手に対する印象が変わる、ということですね。 1> 1ののいいははは解、2は断り、り評価の意図があります。感情の程度やその時の状況によって違いはあるのですが1の了解の場面では1番目の「い」と2番目の「い」の音の差は大きくつけませんそして「よ」の音は2番目の「い」より 少し高く発音します。いいよ。という感じです。逆に。二の断りの場面では。一番目のい。と。二番目のい。の音に差をつけます。そして。よの音は。二番目のい。より少し低く発音します。音の高低差が大事です。 いいよという感じです三の評価の場面では一番目のいと二番目のいの音は感情の程度によって音の差がかなり変わりますよの音は相手に対して発言する場合は上げて一人ごとのように言う場合は音を下げることが多いと思います 相手に対して言うなら「いいよ」独り言のように言うなら「いいよ」という感じですでは実際に発音してみましょうこれ捨ててくれるいいよありがとう今日は私のおごりね いいよ遠慮しないで。今回の作品です。いいよすごくいいと思う。よかったです。皆さんもご存知の通り、文の種類には、閉所文、疑問文、命令文、感動文があります。例えばこんな文章です。 掃除をします。掃除をしますか掃除をしろ。掃除をするなんて。一般的には、平常文なら文頭から文末に向かってだんだん音が下がり、疑問文なら文末の音を上げます。命令文なら文末にある禁止などを表す単語の音が全体的に高くなります。 感動文は平常文と似ていますが、感動を示す単語で音が大きく上がり、大きな高低差ができます。では、今ご紹介した基本的な知識も踏まえて練習してみましょう。文末に、「よ、か、よね、じゃない。」が来るとき、発話の意図によってイントネーションが大きく変わることがあります。 みなさんも一緒に考えてみてくださいね。了解を示す平助文です。今日彼は休みだそうです。そうですか。残念ですね。疑問文です。楽しそうですね。 そうですか。声が明るいです。喜びや驚きを示す簡単文です。田中さん合格したそうですよ。そうですか。本当に良かった。同意を示す簡単文です。 この資料間違ってるそうですよね早く修正しないと同意を求める平助文ですやっとビールが飲める仕事終わりの一杯は最高ですよね本当にね 確認を示す疑問文です私はその時家にいましたつまりあなたは現場にいなかったそうですよねはい否定を示す平所文ですあいつ最近どう全然真面目じゃない それはやばいね同意を求める疑問文ですあの人ちょっと怖いねでも真面目じゃない確かにね意見の強調を示す簡単文です お母さん、彼はどうだった真面目じゃない。いいと思うよ。それは良かった。本日の勉強はここまでです。もし、この動画が役に立ったと思った方は、ぜひ、いいねボタンを押して教えてくださいね。そして、もっと勉強がしたい方は、 おにぎりくんの公式サイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また、個別指導をご希望の方はそちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。